結果を運送業を展開しております合同会社もてなし人の杉野石也です。今回がですね、最終回になります。お試し体験に来ていただいた N さんのインタビューですね、最終回になりますので N さん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、今回はですね、最終回の、インタビュー、ズバリ、N さんは軽貨物おもてなし便でやりますかやりませんかという2択です。はい、やるかやらないかどうされますか？すごい率直な。率直です。はい、はい、中途半端ありません。ここはそうですね。はい、はい、自分の希望であったり、やりたい時間、あとは融通であったり、すごいいろいろ聞いてくれる会社だと思います、ね。あ、でも 120% は変わらないですけど、ね、先に言っときます。はい、はい、はい、僕は前向きでやる方向で考えております。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですよね。最初からやる気満々で乗ってこられてるんで最初からまあ分かっていたというか、まあ、そうですね、分かってました。で、まして、はい、他の軽貨物の会社に行ったけど、まあ、仕事もくれないし、で車の手配もしてくれないってことも聞いたんで ね、まあ、でね、はい、なんでもここはやるしかないのかなという気持ちで来ていただいたのかなというふうに思っておりました。はい、ということで、まあ 120% をお願いしたってことはないですけどまあなるべくそのご希望にそうですね、うん、近い状態のことを、まあ、努力して、実現させていただけたらなというふうには思っております。はい、ということで、素晴らしい意見決断をしていただきましてありがとうございます。はい、はい、長々とお付き合いどうもありがとうございました。ありがとうございます。